お話をさせてもらいます。現在我们就开始我们的讲题。本当にあの今のご案内のように皆さん方には申し訳ありませんが、スクリーンにパワーポイントとして見ていただくようにしておりますが、残念ながら故障しているということで、私が日本語で話します。申し訳ありませんが、あのご理解の方難しいかもしれませんが、通訳の高さんにご協力いただいて、あの可能な限りシンプルに分かりやすく説明したいと思います。那么今天呢，因为我们这个视讯系统有一点不太顺畅的情形，所以本来我们是以那个 PowerPoint 的方式来跟各位解说。那么今天因为系统的故障，只能用口语来跟各位做说明。那么这个里头比较属于专业性的东西，可能不太容易了解的地方也在所难免。那我们用比较口语化的方式来跟各位做一些说明。私は佐保常夫と申しまして、日本で生まれました。日本人です。1948年6月生まれ、65歳です。那么他是今年65歳。したがって皆さん方がお仕事の範囲に入っている高齢者の対象でございます。那么今天就讲到这高龄社会的这一些问题。今日は、日本における高齢者、特に医療とか介護とかその方面における国の政策および私どもが今取り組んでいる内容についてご紹介をさせていただくとともに、台湾の人たちと皆さん方とアメリカやカナダ、香港、中国の方々とどのような、合作をするかということについてお話をしたいと思います。那么他是讲日本的这个高龄化的事情延伸的很多的这些问题，那么这些问题啊，跟我们全世界各个地方都差不多，我们讲中国、香港、台湾或者加拿大、美国大概都一样有这些问题存在。まず第一に、日本における高齢者の数は台湾の人口よりも多いです。那么日本的高龄社会的这些人口啊，比我们台湾还更多。日本の人口は1億2000万ほどいますが、現在2014年の65歳以上の高齢者の人口は 25%、約3000万人です。台湾の2300万人よりも上だということで、日本は台湾と同じぐらい高齢者がいっぱいいるということです。那么日本的人口大概有1亿2000万的人口，但是他们的高龄化，65岁以上的这些长者，大概占日本的人口的25%。日本では、特に日本の政府では、非常に今留意していることは、どんどん増えていく高齢者のケアを含めて、医療費。特に介護に関わる経費が膨大な経費になっています。それを国の経済として支えるためには相当なお金を使います。ところが労働者の人口が減ってしまったことにおける国の税収が下がっておりますので、カバーするのにすごく大変です。ですから改めてどのように今後そういう高齢者をサポートするかということがすごく重要な政策になっています。那么日本的高龄化的人口一直增加，那日本所负担的这一些医疗的费用也一直在增加，相对的他们在税收的部分逐渐的减少，使得在政策上的一个困难跟我们台湾是一样的。日本では今日パワーポイントでご紹介する予定でしたけども、それができませんので、詳しいことは述べられません。ですから簡単に申し上げると、日本では今医療介護に関わるいろんな政策をするにあたって、発表した内容がございます。これが日本の医療と介護に関わる連携をするための
説明書です。これは日本政府の資料です。こういう取り組みをしている。ただ詳細をちょっと述べられませんので、省略させてもらいます。那么今天本来我们要用 PowerPoint 来跟各位做解说，因为系统的关系，也只能用口头来说明。那么现在日本在这种高龄化的医疗跟介护这方面呢，花了很多的精神。他刚才手上拿的那个是日本的一些资料。日本政府が取っている政策の一つに、高齢者のための医療や介護に対するケアをするためには。医療費がかさむことをできるだけかさまないように使わないようにしてもらうという政策を打っています。那么现在日本呢，对于这种高年的这种介护的这个想法，就说能够不花钱就尽量不花钱，能够用不花钱的方法来取代的话，尽量以这种方式来作为他们的一个执行政策的方式。高齢者において、病気にかかってしまったりすることを防ぐために。できるだけ病気にかからないように健康でいられるような政策を打っています。那么他刚才讲就是说他们的医疗跟介护的这个工作能够不花钱就尽量不花钱。那么相对的他们的一个对策就让他尽量不生病，不生病才能不花钱。そして高齢者の方々にも65、70、80になっても働いてもらおうと。そして、税金を納めてもらおうという政策です。所以他刚才现在所讲的就跟刚才我们卫福部的那个贵宾所讲的一样的，就说让我们的身体不生病，而且能够产生一些生产力，就尽量增加税收的这样的一个方向在做努力。そういう政策を日本では。健康長寿社会、健康長寿社会の実現というテーマで町づくりをしています。所以他们现在也把这种介护的工作就变成一种社区化的一个规划的方向在做。でその町づくりに取り組むのは国の単位でやることと地方自治体。県とか市でやることとはまた違います。那么他们这个方法跟国家就中央级跟地方所做的方法还是不一样的。そして国が捉えている健康長寿社会の実現のための使用説明書です。那么他现在手上拿的是中央他对于执行这样的一个方法的一些资料。そして特に東京を中心とした首都圏における戦略としてどのようなまちづくりをするかについては国家戦略特区計画というプランのもとに推移しています。那么他们对于这种每一个社区或是地方所做的都有另外一方面的一种构想。那他手上拿的这个是他们地方的一些实力。そして各地方の自治体。県とか市の単位で言えば、それも具体的に成田、千葉県成田、兵庫県神戸、そういったところも積極的に取り組んでいます。そのうちの一つ、新潟県見附市というところがやっています健康づくり推進計画という行政の使用説計画書です。那么他现在手上的就是先写的一个实际的一个范例。さらに、日本では、医療介護に関わる人材が不足していますので、たくさんの人材を育成しなければなりません。それを手掛けているのは、日本では、国際医療福祉大学、千葉の成田にあります大学ですけれども、その大学が、国際的な医療学園都市構想というのを掲げて、人材の育成を含めてこのケアをするということで取り組んでいます。那么要做这种介护的工作，必须要很多的人才。那么日本有很多的学术机构跟大学，他们一直在这方面做一些努力。そして具体的な
高齢者に対するケア、特に皆さん方がされているケアについては、高齢者の生活を支援するためのサービスに携わる産業界の育成ということをやっております。どうも。高齢者の生活を支援するサポートの産業を育成するということをやっています。所以日本要做这个事情，有一些单位在支持这个政策的一些做法。今日は簡単にしか述べられませんので、皆さん方詳しいことをお聞きになりたい場合は、ぜひ私の方に言ってくださればご説明はします。那么各位对这一方面如果有兴趣的话，随时可以跟我们这边来做一些联络，他非常愿意提供这些information给大家做参考。もう一つお話をいたします。もう一つのお話はインバウンド・アウトバウンド戦略というテーマです。这个是比较特殊的，就是说人出去跟人回来的这样的一些非常難解釋。皆さん方ご存じの通り、2020年は東京でオリンピックとパラリンピックが開催されます。那么讲2020年的时候是奥林匹克在东京要开办。そのために今東京近郊は海外の外国人から非常に注目されています。一番重要なのは、東京に行くといろんないいことがあると思って、どういうわけか東京の不動産をたくさん買う人が多いです。那么2020年在东京要举办这个东京奥林匹克的时候吧，他们相信有很多的外国人会到东京去。那么这个到东京，他们会形成很多的这种商机。中国からの渡航者が東京に来て不動産を買うということはよく分かっていますが、最近は皆さん方のような台湾の方がチームを作って東京に来て不動産を買う、香港の方も東京に来て不動産を買う、こういうことがたくさんございます。那么目前已经一个趋势的一个了解，中国很多的这种人员到日本去买不动产。我们台湾也有很多的这种投资者到日本、香港各个地方都有形成这样的一个风气，要准备去迎接2002年在东京举办的这个奥林匹克的这样的一个商机。日本に来られる目的は、そういう不動産の購入も、日本商品のいいところを買うことも、日本を楽しむため、観光を楽しむためにも。美味しいものを食べるという目的があっても、非常にたくさんの外国人が日本に来られています。那么他们的想法就是说，2020年到在东京举办的这个奥林匹克的时候啊，有很多的外国人一定会到日本去。那日本他也要供应很多的这样的一个生活机能的这些事业来满足他们的需要。そういう傾向の現状において、日本政府は2020年までに外国からのお客様を2000万人誘致するという計画をしています。那么现在日本他的积极在准备2020年オリンピック在日本那种这种竞技的时候啊。有很多的外国人会来，所以东京的政府，东京都政府他们已经积极的在迎接这样的一个时机的到来。そして、ここ2、3日の間の日本から台湾に渡航してくる人たちもたくさんいます。今韓国に行くよりも台湾に来る日本人が多いと思います。那么现在另外一个角度就是说。从日本到各个地方去的这些日本人也日益的都在增加。他讲说到韩国去，他不如到台湾来的这样的一个风气逐渐在形成。そして今台湾の方が日本に訪問されている数は2014年の1月から9月までの間は190万人の台湾の方が日本を訪れています。
那么从今年的一月到九月份，经过统计，我们台湾的观光客有190万人到日本去参观访问。今年おそらく1200万人ぐらいの外国人が日本に観光やビジネスで来られるということになるでしょうということです。那么他们就预测2020年的时候，大概有2100万的这个人口会涌入东京。現在1200万人の外国人の方々を2020年には2000万人、2025年には3000万人するという計画をしておりますので、一つ大きな重要な問題点がクローズアップされています。那么他讲说2020年有2000万的这个人口会涌至东京，他预测2030年大概有3000万的人口会涌至东京。大きな問題として掲げていることは、皆さん方もご存知のように、例えば日本に行ったときに観光目的であってもビジネス目的であっても、不良の怪我とか事故とか病気にかかったときに、東京でクリニックにかかって安心安全に診療を受けることができるかどうかという点です。所以大家也都会有一种担心，就是我们到国外去的时候啊，难免有一些病痛的问题存在，那么他们也会想说怎么样子能够照顾到我们观光客的这些安全。これから先たくさんの外国人の方が日本に来られる場合、例えば台湾の方が日本に来られる場合、東京における診療クリニック、お医者さんにしても看護師さんにしても、健康介護福祉の方々においても、日本の方がケアをするんではなくて、台湾の人が日本でケアできるようにするべきだという考え方があります。那么他就讲说2000万人到东京去，能不能一样的照顾跟他们日本一样的这种病痛的这样的一个机能，他们也会非常的在意这个事情。まだ 法整備がなされていませんので決定しているわけではありませんが、そのようにすべきだ、そのように政策を打っていまして、外国人の医師等がお医者さんたちが日本で診療行為を行うための条件の緩和をすると、解除するというふうに今動いています。所以他现在就说日本的一个想法就说，到东京来的这些人要怎么样子给他们安心的到日本去参观访问。東京では有名な大学の2つ、聖路加国際病院というのと、国際医療介護大学の三田病院。2つの大学の医療設備が、皆さん方外国人のお医者さんたちや看護師さんたちが有効に活躍できるステージが用意されているとお考えください。那么日本在这方面已经有相当的心理的准备，所以让我们有意到日本去的人可以安心的接受他们的这样的照顾。谢谢大家。谢谢我们日本卓保长夫哈，来将我们整个国际哈医疗观光还有很多市场的介绍哈。我想我现在还是那个何政治理事长在吗？何政治理事长，我们欢迎一下何政治理事长哈，他是药剂师对不对？好，药剂师工会全联会的前理事长哈。那我们请那个香港来的吴正明吴博士吴教授，我们把他鼓掌一下哈。那就叫我们的第一个哈，还有我们的林永吉博士也到了，请林永吉博士哈，我鼓掌一下好吗？哈，林永吉博士哈，还有田庭坚老师哈，田庭老师举手一下好吧？哈，昨天在世贸演讲对不对？哈，得到所有的医生的赞赏哈，非常不错，几个 speaker 都到了哈。那我跟你讲，我们现在在介绍一个国际噶当拔佛教协会的周会长吧。周平有没有讲起来一下哈？因为今天有跟他们办的一种活动嘛，非常好。对了，我们感谢几个赞助厂商哈，赞助厂商也很辛苦哈。我们请那个
丹阳，丹阳，好吧，丹阳举手一下，丹阳长江举手一下，我们来欢迎你们的赞助哈，感谢你，感谢你们哈，然后我们也欢迎那个国际生物能量依据研发的王和董事长，王和董事长，王和董事长在吗？王和董事长，举手一下好不好？王和董事长，我们帮他鼓掌一下哈，感谢他哈，王和董事长，谢谢他哈。我们也谢谢一下那个王博凯哈，王博凯他帮我们每人哈送了一份他里面一个非常好的医学的水哈，这水非常的棒，我也曾经喝了很多哈。好，都介绍完了嘛？那我们要请高国庆医师好吧？高医师 ，OK， 感谢哈。延安青生院长，好的，青生医院的院长哈，非常有名。我们请高医师，欢迎，好，鼓掌。